よし、じゃあ続きやっていきましょう。で、このクマちゃんがすんげー動いてるんで、ちょっと気になるんで探してみましょうか。これ Y ボタンで。多分いると思うんだよね。なんだろうこれ。鳥みたいなの、くちばしがすごい長いね。レアかなこれは。こんな場所にいるんだからレアなんじゃないかな。どうでしょう。お、長、ば、な、だって、そのまんまじゃん。鼻が長いってこと？こんにちは。お、生徒の皆さん、おはようございます。校長の長話でございます。あ、そういうこと？校長の長話の原因はこの妖怪のせいだったってこと？ほら、そこのチミ、よそ見しとったらあかんで。お、ほん。では、朝礼で恒例のありがたいお話させてもらいます。嫌なんだけど。嫌だけどこれ断っちゃったら仲間にできなそうだから、じゃあ一応聞いとこうか。うん、嫌だけど。自分からあれ稼いでるん？もしかして、バンバン稼ぎまくってるん？え？何言ってんの？何があって？あれやあれ、経験値のことやん。経験値？頑張って稼いでますよ。うん。バトルして強くなれるんは、経験値様のおかげやん。感謝してるんか？感謝します。それがなかったらレベル上げもできないからね。あ、バトルして稼ぎたいけど、相手を探すのがめんどくさい？確かにね。自分めんどくさがりか？めんどくさがりボーイやんな。なんなのこの人。ダルダルマにでも取り憑かれていないか？てか自分がダルダルマやろ。違うか？いや、仲間にはいるけど違いますよ。めっちゃ経験値を稼げるところ教えたろか？あ、知ってるんすか？俺あの場知ってるねん。それは路地裏や。路地裏って知ってる？知ってます知ってます。裏路地と違うで。路地裏や。あ、魚屋の裏とか、コンビニの奥とかあるやん。そこが裏、路地裏ってところやねん。確かに一回行ったよね。でも敵が強いんだよね、ここ。ああいうところって、妖怪がうろうろして、人間とかを待ち構えてんねん。そら、バトルになるわな。敵がうよいよ待ち構えてんねんから。いや、でも向こうから来てくれるで。便利やで。すぐにレベルアップするで。あ、そうなんだ。まだあるねん。あ、まだあんの？クエストって知ってる？頼み事やお手伝いがあるんやけど、妖怪もいろんな経験を積んでいけば、人生の経験値がアップしていくんやな。あ、社会経験みたいな感じか。バトルしないで、クエストをこなすだけでレベルアップするってすごいやろ？まあ、戦闘しないでね、ダメージも受けないで経験値がアップするってのはいいかもしれないね。弱い敵とばっかり戦う、レベル上げとか、もうしなくてええんやで。素敵やん。そうで、なんかね、ムービーもね、毎回違うからね、やってて楽しいしね。お金もチャリチャリと溜まっていくし、敵が友達妖怪にもなってくれるし、いいことずくめ。もう行くしかないやろ？路地裏に。あ、裏路地じゃなくて。路地裏な？あ、知ってますよ。よろずマートっていうコンビニで おにぎりでも買って行ったらええねん。ま、ざっくりな説明で悪いけど、今回はこんなところやな。この人は仲間にならないの？またざっくりな説明を聞きたくなったら、声かけてちょうだい。ざっくりとかかなりね、丁寧に教えてもらったけど。ありがとうございました。あ、そうなんだ。仲間にはできないからね。へぇ。ちょっとこのクエストやってみようか。どうしたの？女の子勇気を漂わせちゃって。ねえ、ねえってば。なんで気づいてくれないの？しおりちゃん？どうしたの？クラスメイトのしおりちゃんですね。何があったんでしょうか？どうしたの？あ、よかった。あなたは私のことわかるのね。え、どういうこと？上の二人には見えてないの？さっきから急に友達が私に気づいてくれなくって。それさ、あれじゃない？仕方されてるんじゃない？いじめられてる？大丈夫？どうしたらいいかわからないの？お願い助けて。じゃあなんとかしようか。うん。ありがとう。一人じゃどうしようもなくって。どうすればみんなに気づいてもらえるのかな。まずはあれだね、メガネを取ってね、アイコンタクトなんだっけ、コンタクトにしてみればいいんじゃない。これはどう考えても妖怪の仕業としか思えませんね。このあたりを調べてみましょう。必ず何かいるはずです。そうだね、私って地味なのかしら。あれ、もしかしてこれジミーのせい？俺仲間いるんだけど、ジミーこんにちは。あ、わかるわかる、チョベリグ。その後のドラマもさ、つい流れで見ちゃって、もう MK5 って感じ。あ、そうなんだ。で、これ仲間には入れてくれて、でも無機的にはさ、3人いる体になってるんだけどね。上の2人は気づいてないだけなのかな。とりあえず近くにいるはず。ここら辺かな？どこだろう？この木？違う。体育倉庫の中かな？この上とか怪しくない？あ、でもちょっと離れちゃうね。もっとこっち。ここら辺だ。絶対ここら辺にいる。どこだ？お！お、反応あった！これだ！やっぱジミーの仕業だ！この野郎。これも仲間いるけどさ。あれだね、悪さをするやつといいことをするやつとかもいるんだろうね。うん。仲間になっちゃえばいいことをしてくれるわけだから。よし。ジミーを、あれだね、良き心にしよう。バレない、バレない。見つかってしまったか。ジミーは相手を地味にする妖怪ですね。あいつのせいでしおりちゃんは気づかれなくなってしまったんでしょうね。ここは一発バシッとやっつけちゃいましょう。あれだね、芸能人にはかなりね、重宝する妖怪だね。うん。お前の影も薄くしてやる。やめて、死活問題になる。やめて。よし、ジミーたちが現れた。
じゃあ一気に戦っていくよ。技、じゃあプリチーで発動していきます。プリチー、あれなんかすげえ溜まるのが時間かかるんだけど、今回レベルが上がってるからかな。いけ、自信番にゃん。百裂肉球、あーたた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 、あったー、すげえ強えんだけど、ジバニャン。もうジバニャン一人でオッケーじゃん。調理、やったぜ。基本的に仲間になる妖怪みんなちっちゃいんだよね。もっとでかい妖怪とかいないのかな。これレベルアップだよ。ジミーを倒してジミーがレベルアップしたよ。195円、結構お金手に入るんだね。小学生で100円なんて大金だからな。さあもう大丈夫、しおりちゃんに教えてあげましょう。おい、しおりちゃん、よかった、やっと気づいてもらえた。なんだかよくわからないけど、あなたに相談してよかった。確かにね、本当にありがとう。どういたしまして。うん、妖怪の影響はなくなったみたいですね。これで一件落着です。オッケー、だぜ。私って地味なのかしら。バッチリ解決、完璧、いいね。さあ今度はどんなムービーが。お、39、いいよ、ダンシングスターだって。めっちゃアイテムもらえるじゃん。ボーナスチャンス。さあどうでしょう。あ、ジバニャン頑張れ。誰だこのカッパ。ファイト一発じゃん。すごい、こういうところにさ、ちゃんとさ、アニメーション作るってすげえ金かけてるんだね。やったぜ。あ、族お邪魔道だって。なんだろう、族お邪魔道って。つかアイテムめっちゃゲットしてんだけどさ、全然効能見てないから、ちょっと見てみようか。装備とかできないのかね、これ。お、ハンバーガー。桜町ではおなじみの味、地元チェーン店のハンバーガー。HP を少し回復できる。ちょびっと懐きやすくなる。へぇ。そこそこ回復。有名ハンバーガーよりも人気ある地元チェーン。あ、そうなんだ。某マックよりも売れてるのかね。へぇ。これお邪魔道。一人の少年が一流のお邪魔師になるまでを描いた長編小説。生活をいやらしいにする。やだな、これ。いやらしい性格とか、なりたくないわな。これ性格を非道にする。あ、強そう。妖怪の非道って結構強そうだもんね。癒しの天使ちゃん。人々を癒すために可愛い天使ちゃんが活躍する。優しい心になれる、なれる絵本。性格を優しいにする。あ、こういうアイテムあれか。性格を変える系なんだね。これ少ない HP で復活。あ、これはあれか、フェニックスの王みたいな感じ。すごくまずいが気絶している妖怪を目を覚ますくらいとてもよく効く。守りのお札。神社で売っている不思議なお札。妖怪の守りを高める効果がある。あ、戦闘中に使えるってことか。結構これアイテム覚えるの大変だね。キラキラと光り輝く星型の物体、ダンシングストロー。どこかにこれを集めている人がいるらしい。あー、これ小さなメダルみたいな感じ。これを持っていけばいいアイテムと交換してくれるよみたいな、そんな感じなのかな。アイテムたくさんあんな、覚えらんないなこれ。まあね、後々覚えていくでしょう。やっぱさ、シリーズものの最初ってさ、こういうアイテムとか魔法を覚えるの大変だよね。ドラクエとかでもさ、最初のうちはさ、やっぱさ、メラとかさ、メラミとか、ヒャドとかギラとかいろいろあるわけじゃないですか。なんか、シリーズものだと、毎回出てくるから、覚えてるからいいけど、最初の頃ってね、それを覚えなきゃいけないからね。大変だよね。効能とか覚えるのが大変だわ。まあ、戦闘で使っていくうちにそのうち覚えるでしょう。で、ちょっと公園行こうぜ。うん。いるかな？かなり待たせてるからさ、もう帰っちゃったかもしれないけどね。レディーを待たせるのは良くないことだよって、ね、お母さんに言われてたのにね。あ、レディーだ、こんにちは。彼氏と、海行く日が決まったんだけど、あと4キロは痩せないとマジヤバなんだよね、本格的に。あ、そうなんだ。いいスタイルしますよ。うん、そのままでいいと思うよ。男はね、ちょいぽっちゃり系のが好きってよく言われるしね。うん。あ、いた！海ちゃん、お待たせ！ごめんね、すげえ待たせちゃった。あ、ハブくん、海ちゃんどうしたの？海ちゃん、元気がないね。何かあったの？どうしたの？さっき友達と喧嘩しちゃって、ああ、それはちょっと悲しいね。思ってること全部言っちゃって、相手を怒らせちゃったの。まあ、でも思ってることを言い合える仲っていうのはいいんじゃないの？でも女の子の間ではそういうのは良くないのかな？ああ、あんなこと言うつもりなかったのに。そうだったんだ、大変だったね。きっと、まだ河川敷にいるはずだから、これから謝りに行こうと思うの。あ、手伝うよ。約束したのにごめんね、アブくん。あ、そっか、遊べなくなっちゃう。それはやだ。え、大丈夫だよ。仲直りできるといいね。俺すげえいいやつじゃん。あ、そうなの？でも一緒に謝ってあげるのに。あ、でも一人の方がいいか。河川敷か。ついていこうぜ。うん。ふみちゃんが落ち込むなんて珍しいな。そうなんだ。結構ポジティブな子なんだね。なんとか力になってあげたいけど。これは妖怪の仕業かもしれませんね。確かにね。妖怪か、ふみちゃんたちに喧嘩をさせたってこと？多分、本音を言っちゃうって、思ってることを全て言っちゃうみたいな、そんな感じなんじゃない？そうです。私の妖怪執事としての本能がそう告げているのです。その理屈はよくわからないけど、ふみちゃんを助けてあげなきゃ。全否定だな。それから河川敷に行って、妖怪を探してみるのです。ういっす。じゃあ行ってみようか。
きっとね、犯人がいるはずだよ。じゃあ探しに行きます。とその前に、これガチャが引けるようになったみたいなんで、ちょっと引いてみようか。ね、100円で一回引けるんでしょ。お、何が出るかな。妖怪ガチャ。大森山のご神木の前にひっそりとたたずむこの機械、これこそ私が封印されていた憎き妖怪ガシャなのです。ウィスパーみたいな、なんかさ、珍しい妖怪がいるんじゃないの。妖怪ガシャの中はたくさんの妖怪やアイテムが封印されており、あ、アイテムも封印されてるんだ。妖怪ガシャコインが、3DS 本体のゲームコインでも合わせます。本体の、どういうこと、ゲームコイン。ただし妖怪ガシャは1日に3回までしか回せませんのでご注意を。あ、じゃあこれ1日に1回必ずここに来なきゃね、いけないんだ。そうしないと引けないってことね。妖怪ガシャコインは不思議なレンズのご褒美や特別な宝箱で入手できる。あ、ってことは100円じゃ引けないの。小豚銀行でキャンペーン用の QR コードを読み込ませてもらうことができます。どういうこと。この妖怪ガシャでしか手に入らない激レアな妖怪もいるらしいです。あ、そうなんだ。コインを使ってアイテムや妖怪が手に入ります。回しますか。じゃあ回そうか。ゲームコインで回すとかもあるんだね。妖怪ガシャコインで回す。持ってんの。持ってないね。じゃあダメだね。どっかで手に入れなきゃ。じゃあゲームコインで回す。ゲームコインが足りないようです。ゲームコインが10枚必要です。あー、じゃあ今はダメなんだね。わかりました。じゃあなんかさ、いろいろキャンペーンとか、もうだってもう発売から結構経ってるからね、もうキャンペーンやってないかもしんないけど、いろいろ探せってことか。なんかね。じゃあ来る途中でちょっとクエストがあったんで、クエストやっていこうか。よし、どうしたの。お兄ちゃん、この池をお魚さんたちでいっぱいにしたいの。お魚さん、ブラックバスを2匹持ってきてほしいな。え、どういうこと。やっぱりこれ釣りができるようになるのかな。で、後々魚を釣ることになるから、それでゲットして持ってこいってこと。え、じゃあ今できないもんね。ごめんね、ちょっとまた今度。うん、ケチじゃなくてできないんだよ。またね、次の機会にやるからさ。これクエストとかさ、消えたりしないかな、大丈夫かな。とりあえずさ、ちょっと左側、こっち側も行ってみたいんだよね。こっち側なんかありそうじゃない。せっかくね、行けるんだし。お、宝箱とかある。これ取れるかな。これは立ち入り禁止っぽいね。あ、でも行けないかな、上に登る道。あ、でも結構奥まであるんだね、これ。どうしよう、これ。あ、魚だ。これ取れたりする、もしかして。釣り竿があれば釣りができそうだ。あー、やっぱりそうなのか。じゃあやっぱり釣り竿をゲットするまではできないんだろうね。いつゲットできるんだろう。めっちゃ奥まで来てるけど、ここ行っちゃっていいの。でもさ、後々来そうになりそうじゃない、こっちは。あ、宝箱だ。だから今は来る必要ないかな、スーパークロミツだって。じゃとりあえず戻ろうか、せっかくだし。ここ入って戻ろう。うん、あ、ここ入れない。なんか調べられない。お、いた。あ、なんか話せずにいるね。大丈夫かな。でも上の人がなんか容器漂ってんだけど、これもなんか原因かな。大丈夫、ふみちゃん。なんだか気まずいな。そうだね、思ってること全部言っちゃうなんて、どうしたんだろう。自分でもわからない。あの時だけいつもの自分と違って勝手に口が開いてしまったの。やっぱり取り憑かれてるんだろうね。真ん中のベンチにいる学生を見てください。あいつに今取り憑いてるのかな。あの様子は妖怪に取り憑かれていますね。この近くに妖怪がいるのかもしれません。この辺りで隠れている妖怪を妖怪レンズで探してみましょう。わかりました。妖怪反応があるところめっちゃ近いね。ここら辺か。よし、調べます。どこにいる？あれ、いないぞ。ここら辺にいるはずなんだけど。あ、いた！こいつか。なんだろうこれ。ちっちゃいね。なんか頭に変なの乗ってるけど、なにこれ？ん？なんか形が想像できない。お、おー！暴露バーだって。あ、これ頭か。なるほどね。へそみたいになってるね。暴露バー、なるほど。暴露しちゃうんだ、自分の心の中を。ほら、暴露バー。あれ、ひもじいと仲良さそうだね。バベーン。もしかして、この妖怪がふみちゃんの喧嘩の原因？間違いありません。この妖怪は暴露バー。ウィスパーすごいね、みんな妖怪知ってるんだね。取り憑かれたものは、思っていることをすべて暴露してしまうのです。それ、やだなぁ。そっか、だからふみちゃんは隠し事ができなくなって。気をつけてください、アブくん。なに、どうやら次は、アブくんを狙っているんですよ。やめてください、本音言っちゃうはダメだわ。わー、見てる人みんな大好き。あー、本音が出ちゃったわ、やべ。ババーン、お前のことを暴露してやろうかね。やめてー、ほんとやめてー。うわー、やばい。あ、取り憑かれちゃったじゃん、どうすんの。あー、まためんどくさい妖怪が出てきちゃった。その切ない顔で言わないで。
ただでさえウィスパーにつきまとわれてこっちは困ってるんだからさ。あ、ウィスパーが早くフミちゃんを仲直りさせてあげたいよ。家に帰ってゲームでもしてあげよ。あれだ、フミちゃんを仲直りさせてあげたい気持ちは本当なんだね。偉いな。うな、ひどいですよ、アブくん。でもね、完全にとばっちりだからね。いい暴露ができたわい。ヒッヒッヒ。暴露バーはアブくんが気に入ったと言っています。え、それで友達になってくれるってこと？そういうこと？バイバーン。こうなる友達なの？人の秘密ばらされて友達になってってどういうことなの？やった、暴露バーと友達になったよ。友達っていう年齢差ではないけどな。暴露バーにニックネームつけますか？あ、わかりました。え、どうしよう。あんまりかわいそうな名前つけたくないんだけど、じゃあ、はい、じゃあ BBBA で、暴露ババアで、はい、なんか必殺技のコマンドみたいだけど、 BBBA で、はい、よろしくお願いします。 B ババアで、よし、 OK。 ちょっとスタイリッシュになったね。うん、 OK です。わかりやすくていいじゃない。 B ババアの情報を妖怪大辞典に登録した。これはなんだろうね。あ、鼻ずるずると同じやつか。お、この子もあれか、妖怪大辞典のあの封印なんだね。結構身近にいるもんなんだな。へえ。これ全部封印解かれたら何が起こるんだろう。ふみちゃんが喧嘩したのは暴露バーのせいなんだからね。ちゃんと仲直りができるように手伝ってよ。うん、ペペーン、負けてんしゃい。そう、本音で語り合おうよ、うん、今思ってることをね。うん、嘘偽りなく、それがいいんじゃないかな。こんにちは、あさとちゃん、ふみちゃん、バッケ。そんなこと言わないで仲直りしようよ。ふみちゃん頑張って。ふみちゃん、あ、ハブくん、もしかして心配して来てくれたの？そうだよ、好感度上がったでしょ。うん、きちんと仲直りできそう？それが、謝りたいんだけど、なんだか気まずくって。きっかけがね、欲しいよね。あの時みたいに、思ったままを言葉にできたらいいのに。そう、思ったままをね、言えばいいんだよ。今仲直りしたいなって気持ちをそのまま伝えればいいんだよ。ねえ、バクロバ、さっきみたいに、ふみちゃんに取り付ける？ババーン、任せじゃい。ババーンしか言えないのか。はぁ、ほんとに取り付いた。これで素直な気持ちが言えるんじゃないかな。サトちゃん、さっきは本当にごめんなさい。あんなにひどいこと言っちゃったけど、ずっとあなたと友達でいたいの。ふみちゃん、いい子。私こそごめんね、カッとなっちゃって。そう、素直に謝れば許してくれるよ。よかったー。ふみちゃん、いい子だわ。どうやら無事に仲直りができたようですね。あー、素晴らしきかな、友情。フォーエバーラブ。ラブじゃねえよ。雨降って地固まるとはよく言ったものです。もうドアといえば、バクロバーのせいなんじゃん。このさ、主人公のこの切ない顔すっげえ好きなんだけど。この切ない顔でさ、辛辣なコメントするのすげえ好きだな。でも、仲直りできてよかった。そうだね。あ、もう夕方だ。早く帰んないと。どうやら、バクロバーは力が有り余っているようですね。嫌な予感するよ。ダダーン、妖力が満ち溢れておるわ。おばあちゃんなのにすごいね。言われてみれば、町に満ちる妖気が強くなっているような。お、なんかこれフラグかな。ダダーン、怪しい男を見たわ。怪しい男？ほんほん、なるほど。小学校の方から歩いてきたサラリーマンが、結界がどうのと呟いていた。あ、そういえば結界がどうのこうの言ってたね。それから妖力がみなぎってきて、取り付かずにはいられなかったのですね。ああ、じゃあ悪いことしてる妖怪は、その結界が弱まってるせいで、なんか悪いことしてるってことなのか。はあ。なんか嫌な予感のね、兆候だけど、ビビッときましたよ、アブくん。なになになに？バクロバーの力が強くなったのは、きっと、その結界が関係しているに違いありません。それを知っているサラリーマン。怪しいことこの上ないですよ。確かにね、いい歳してね、サラリーマンが、そんな妖怪だのなんだのって言ってるわけだからね、ちょっと怪しいよね。彼は郵便局へ向かったようです。行ってみましょう。郵便局、わかりました。はい、すいません。待って、もう夕方だよ。そろそろ家に帰らなくっちゃ。あれだね、申し訳程度の時計要素が出てきたね。もうあれか、もうすぐ6時 ?5 時か ?5 時かな、うん。おっと、そうでしたね。ご両親に心配をかけるのはいけません。小学生だからね、金が鳴ったら帰らなきゃ。ウォッチの針が夜になったら、必ず家に帰ることにしましょう。そうだね。怪しいサラリーマンは気になりますが、明日、改めて探すことにしましょう。いるかね、でも明日、郵便局に一日中いるわけないからね。見失っちゃいそうだけど。まあ、とりあえずちょっとね、気に留めとかなきゃね。あ、もう寝るんだ、早っ。早ね、早起きなんだね。そして、シーツはかけないと。お、朝になったよ。おはよう。
着替えて偉いね。さあ出かけようか。ゆっくり寝れましたか、アブくん。うん。うん。外はあいにくの、あ、マジか、やだね。休んでる場合ではありませんよ。早速ですが、バックバーの言っていた怪しいサラリーマンを探しに行きましょう。まだこの近くにいるかね。怪しいサラリーマン。お父さんじゃないよね、もしかしたら。妖怪ウォッチで時間を確認できるようになった。あ、マジか。じゃあ、ちょっと進んでいこう。どうやって見るの？レーダーでいいのかな？あれ？あれか、もうすでにさ、これ、時間が見えてるってことなの？朝の早い時間ですよ、みたいな、そんな感じか。で、夜になる前には家に帰れって、そういう感じ？じゃあ今からもう制限がかかっちゃうってことか。行動できる時間が？今夏休みだからね。日中しか動けないと。あ、すげえ暗いじゃん、なんか雨だから。ふみちゃんとのデートはうまくいった？デートちゃうわ。え、デートじゃないの？なんだ、がっかり。あ、なんだよ。両親公認の仲なんだ。へえ。いいね、これ。じゃあ、ちょっと出かけていこうか。怪しい男だからね、いるかね。おー、すごい！ちゃんとフードかぶってんじゃん。かわいいね。いいね、これ。レインコート着てるんだ。へえ、すごい。じゃあ、怪しい男探したいんだけど、どこにいんの？でも矢印あるから下の方にいるのかな？親切だね。じゃあ、ちょっと探しに行こうぜ。下の方。クエストとかもね、こまめに見とかないと。もしかしたらさ、ね、期間限定のクエストみたいなのあるかもしれないけどね。あ、やべ、赤信号だ。ちゃんと渡らなきゃ。これ自動的にさ、信号変わらないのかね？ボタン押さないと信号変わらない感じ？ちょ、魚屋さん、釣り竿ください。えらっしゃい、生きのいい魚が入ってるよ。あ、買えるんだ。ここでブラックバスとか買えね。2匹買ってさ、あそこに放とうぜ。さすがに生きてないか。なにこれ、魚吉の巻絵。あ、釣りん時にってやつか。でも釣り竿がないから意味ないもんね。釣り竿どこで手に入るんだろう。欲しいな。じゃあちょっと青にします。よし、オッケー。あ、ジムニャン。ジムニャン、何こんなとこにいんの？トラックとバトルには腹ごしらえが必要にゃ。そうだね。うん。アブもいつかバトル時のために覚えておくにゃ。なるほどね。じゃあ、飯をあげればオッケーと。干物とか買ってあげようか。あ！からに怪しいんだけど。ちょっとおじさん何してるんですか？お？これよくして、これで、よし。会社員。え、こんな昼間から、夏休みなんですか？アブくん、ここから強い勇気を感じます。ってことは、この人が、あ、ちゃんとグラフィックも用意されてんだ、すごいね。ベベーン！おじさん、何してるんですか？おや、おじさんに何か用かい？顔グラがないってことは、そんなに重要な人物じゃないのかな？用がないならあっちへ行ってくれるかい？おじさんは忙しいんだよ。怪しい。やはり、よからぬ気配を感じます。隠したて無駄です。暴露バーさん、やっちゃってください。お、これで暴露しちゃうわけか。便利だね、暴露バーって。ベベーン、思ってること、暴露してやるわい。これすごい欲しい。あ、さあ暴露するんだ。俺様は町の結界を解いて誰よりも強い妖怪になる。ふわっ、この日のために人間に化けて機会を伺っていたんだからな。あ、何化けてたの？中二病な会社員じゃなかったの？この妖力を手に入れて世界中を全部俺様のものにしてやるのさ。悪いやつだ。妖怪？しまった。なんだってこんなことをベラベラと。え、妖怪ならさ、ウィスパーとかさ、バクロバーの姿見えてるんじゃないの？どういうことだろう？あ、化けた！ネクラマテングだって。ネクラマテング？ネクラのやつ多いな、この世界。バレちまったらしょうがねえ。お前には眠ってもらうぜ。やめて、こんな道端で眠らさないで。変な人だと思われちゃうから。あ、催眠術。あ、バトル、マジか！何の用意もしてないんだけど。やべ、勝てるか、これ。バトル中、たまにこんな感じの光る玉が漂ってくることがあります。はぁ、あ、何これ。これがさすらい玉です。ピンで狙えばいいことがありますよ。はぁ、あ、陽気ゲージが回復したり、敵の妖怪が友達になりやすくなったり。あ、すごいいいじゃん。経験値ボーナスとかお金ボーナス、アイテムボーナス。バトル後にアイテムをゲットしたり、お金経験値にボーナスがつくことも。あ、これは欲しいね。そうすることは全くありませんので、見つけたらすかさず割っちゃいましょう。わし、絶対割ろう。よし、戦っていきます。じゃあまず技で、フリッチー。などれ、ほっ、むずいぞ、ほっ、で、ほっ、オッケー、よし、いけ、チャージ完了。あ、取り憑かれてる、やばいよ、急いで戻さなきゃ。いけ、百裂に引く、おだだ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 だ、終わっちゃー。これでサイドを倒せるんじゃないかな。よし、いいよ、前のめりだって。で、お払いします。経験値もらえるからいいよね。やべ、あいつ強いぞ、結構。オッケー、
で、じゃあ技、あったタッチ、タッチどうやんのこれ、タッチできないじゃん上画面だからタッチできないんだけど、あ狙うか、なるほどね、狙うボタンでタッチすればいいのか、あもったいなかったな、タッチしたかった、敵が思いの方が弱かったからさ。でもレベルアップ OK です。お技レベルアップ、必殺技2だって、やったね、粗末な腕技ってなんだろう、装備品かな、これあれかね、モンスターのキャラ、妖怪のキャラは、なんか装備したりとかできるのかな？お、倒したよ。なんてこった。この俺様が負けるなんて。だが、公使館と銀行の結界には仲間が向かった。あ、君一人じゃないんだ。組織的なものなんだね。公民館と銀行？やばい、早く行かなきゃ。あれを再び封じられない限り、は、世界は我ら妖怪たちのもの。あ、倒しちゃった。仲間にならないんだ。読めてきましたよ、アブくん。どういうこと？なぜかはわかりませんが、この街には強い妖気が満ちています。結界は、それを封じるために作られたものに違いありません。悪い妖怪は、その力を手に入れて、逃げるために結界を破って回っているようです。このままでは、人間界と妖怪界の、妖魔界の境目がなくなり、街は大混乱になってしまいます。でも、姿は見えないからね。あれだよね。人間界は相当不利だよね。相手はこっち見えるわけだけど。見えないところで勝手に性格とか変えられたりとかしちゃうわけだからね。それは大変だわ。悪い妖怪が影響を受ける前に、結界を戻しに行きましょう。わかりました。公民館と銀行だよね。うん。じゃあ行きましょうか。お、妖怪にアイテムを持たせて強くする。お、やっぱり装備あるんだ。妖怪の力や守りなどを強化したり、特殊な能力を得ることができます。装備は、妖怪一匹につき一個しか持たせることはできません。あ、一つだけなの。アクセサリー感覚ね。うん。妖怪の種族や性格を考えて何を装備させるか考えましょう。性格とかも考えられるんだ。ほう。ちょ、手に入れたやつちょっと、装備してみようぜ。どれだろう？持ち物でいいのかな？持ち物で。で、これか、装備。どこにでもある安っぽい普通の腕は、これぐらいが一番という妖怪もいる。ほう、力が10アップ。あ、マイナス！素早さがマイナス5になっちゃうんだ。なるほど。で、ジバニャンさ、素早さめっちゃ高いから、これ装備させてもそんなに差し支えはないしね。力がめっちゃ強くなるから、じゃあ、ジバニャンに装備させます。オッケー。なるほど。プラスだけではないんだ。マイナスもあるよね。まあ、装備すると重くなっちゃうから。よし、じゃあ、とりあえず矢印の方向行ってみようか。お、これちょっと入ってみようか。ベーカリーだって、パンとか買えるんじゃないかな。朝はパンだからね。こんにちは。決めたの。一番好きなのはカレーパン。二番目はクリーパンね。決めたのって。あ、なんか、クエストあんじゃん。こんにちは。またサボってるのかな。もうこれから忙しくなるのに。どうしたんすか？おや？レディは何やらお困りのようですね。あ、いらっしゃいませ。え、どうかしたのかって、どうしたんすか？それが最近、一緒に働いてる人が仕事をサボるようになったの。やばいね。いつもはすごく明るくて前向きなんだけど、急にネガティブになっちゃってさ、クビにしたらいいのに。仕事でちょっとミスしただけで、一人で落ち込んじゃうんだよね。これは妖怪の仕業だね、きっと。多分、今も一人で落ち込んでいるはず。よかったら、様子を見てきてくれないかな。わかりました。なんとかします。ありがとう。彼なら多分、魚屋さんの近くの路地裏にいると思う。路地裏か。敵強いんだよな。大丈夫かな。とりあえずじゃあ、魚屋さんの裏の路地裏ね。行きましょうか。一回行ったことはあるもんね。あの、ジバニャンの剣で行ったところだよね。よし、頑張るぞ。これさ、赤信号とかさ、あるじゃないですか。これあの、青信号で渡ると、なんかね、いいことが起こるというか、なんか、音符マークが出てくるんですよ。ピピンって。多分、好感度が上がってるんじゃないかな、これ。モンスターたちの好感度が上がって、いい感じになって、うわ、こいつ怖えよ！うわ、でっけえ怖えあんなのに吸われたら一たまりもないわな。ちょ、路地裏にいないんだけど。梅おにぎり。ここいつも梅おにぎりあるのかな？どこにいんの？あ、いた！こんなところにいるよ。こっち側、これ入れないかな、まだ。ダメか。今、ウォッチランクって上がってないの？まだ E のままなんだね。そっか、じゃ仕方ない。こんにちは。何をやってもうまくいきこないんだ。僕には薄暗い路地裏がお似合いさ。ちょ、負のスパイラルだからやめて。圧巻ベーカリーの店員さんが言っていたのは、この人じゃないですか？だろうね。なんだよ、店に出ろだって。僕みたいな役立たずが言っても、しょうがないよ。もう行かない。そんなこと言わないで、給料もらってるんだから働きなさいよ。とんでもなくネガティブですね。これはもしかしたら、妖怪が悪さしているのかもしれませんね。近くに怪しい妖怪がいないか調べてみましょう。よし、調べましょう。絶対いるよ。すぐ近くにいるんでしょ？いるかな？あれ？ちょっと妖怪ウォッチ変えようか。これじゃなくて。
十字キーの上だっけ？終わった。で、どこだ？ここら辺にいるんだろう？ここら辺だね。今ちょっと一瞬姿見えたね。お前か、チースータロカーか。じゃ、こいつを倒していけばいいんだね。でっけ、怖えんだけど、こんなに刺されたらもう一瞬で干からびちゃうわな。ネガティブーンを見つけた。ネガティブーン、俺一番嫌だな、妖怪の中で。ネガティブだけは嫌い。ブブブブブーン、お前たちはなんだブーン？いや、この妖怪はネガティブーン。取り憑かれるとネガティブになるんです。もう絶対嫌だもん。ポジティブで行きたい。あ、私は何をやってもダメ。こうやって、すぐに取り憑かれるし。ウィスパーさんも取り憑かれてんじゃん。は、危ない、危ない。危だけに。うん。どうやらあの店員さんがネガティブなのは、このネガティブが原因のようなのですね。早速懲らしめてやりましょう。よし。ブブブブブーン。邪魔する奴は許さない。ブーン。倒してやりましょうよ。今のレベルなら余裕なんじゃないかな。多分一掃できると思う。セミブンブンで。セミでいきます。リッチって技で、よいしょ。回せ。よし、回していきます。一発で仕留めてやるぜ、この野郎。おっとっと、OK。一気解き放て。ミンミン切り。わっちゃー。強いよな、これも。全体攻撃で複数攻撃でしょ。ジバニャンと同じぐらい強いんじゃないこれ。いいね、いいよ。で、レベルも上がるかな。上がんなかったか。だんだん上がりにくくなってるね。あんまりレベル上げすぎてもね、ぬるげになっちゃうからね。これであの店員さんのネガティブもケロッと治ったことでしょう。彼に話を聞いてみましょう。大丈夫かな？ポジティブになったかな？うっす。あれ？一体僕は何をしてたんだろう？よくわからないけど、こんな暗いところにいても仕方ない。さあ、アッカンベリーに戻ってバリバリ働くぞ。めっちゃポジティブな人なんじゃない？元はね、すごい性格いいんだろうね。これであの店員さんはもうサボることはないですね。アッカンベーカリーへ様子を見に行ってみましょう。そうだね。お礼もらいに行かなきゃ。よーし。こわー、抜けられなかったか、クソ。デビルバッドゴースト決めたかったけど。お、倒したジメリンボーが近づいてきた。ジメリンボー、君強いね。友達になってほしいな。いいよね。うん、いいよいいよ。友達になります。はーい。どんな強そう。弱そうだな。あんまり強くなさそう。ニックネームつけますか？はい、つけます。ジメリンボーか。じゃあどうしよう。はい、じゃあ汗もできそうで。ニックネームでも何でもないわ。ただの感想だよね。はい、じゃあ汗もできそうでいきます。かわいそすぎるわ、こいつの。絶対つけられたくないわな。汗もできそうと呼ぶことにした。よし、オッケー。これで妖怪図鑑が埋まったよ。あれか。ベトベトンと同じか。じゃあちょっとな、セントリ出したいけどな。まあ、仕方ないわ。とりあえずちょっと出して逃げるよ。あ、いなくなってた。よかった。これは？あ、もう開いてんのか。これ下とか行けそうじゃない？お、行ける行ける。絶対、うわぁ、地下水道だって。絶対妖怪とかいいんじゃん。とかは？あ、行けないんだ。こっちからは開かないみたい。じゃあ向こう側から開けなきゃいけないんだ。わかりました。これなんかジャンプとか。あ、できるできる。なんかいるよ？これ何？アイテムも取れないか。まだこ、あーあったあったよかった。これ何？錆びた指輪だって。何錆びた指輪って。装備してみるじゃん。じゃあ持ち物で。装備品は装備しないと意味がないからね。それじゃない。セミとか見れるんだこれ。どこだ？これか。妖力がプラス10で守りがマイナス5か。古くなって錆びてしまった指輪、ほどほどに力が残っているみたいだ。じゃああれじゃん、なんか酢とかつけてさ、クエン酸とかつけてさ、錆び取ればさ、強くなるんじゃない？で装備しようぜ。じゃあ、妖力がプラスでマイナス5でしょ、守りが。守りが低いやつに装備、高いやつに装備させればいいんだよ。じゃあ、これだ、クパダリマ。クパダリマめっちゃさ、ね、防御力高いから、そうすれば妖力めっちゃ上がるもんね。じゃあ、クパダリマには装備させます。オッケー。これなぁ、なんかさ、守りとかさ、そういうステータスが減るっていうのがネックになってくるよね。必ず減るのかな、これは。すべて増えるとか、そういうのも出てくるのかね。よくわからんけど。とりあえずちょっと見ながら。神耐久のさ、セミとかにさ、あれを装備させちゃったら大変なことになっちゃうからね。じゃあどうしようかな。時間もいい感じなんで、今日はこれで終わろうかな。次回、その公民館とか銀行へ行きたいと思います。はい。セーブしようかな。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。最後に話そう。この雨だと買い物にも行けないよね。大変だよね。ネット通販すれば？うん。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。